もうあかん、我慢できひん。もうやるわ俺、我慢できひんもん。やりたすぎて我慢ができません。やります、まだリマインダー中ですけどやります。もう我慢ができません、限界です。苦しい、寸止めずっとされてるから苦しい俺今。ルル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 これさ、ちょっと待ってね、ちょっと待って、オッケー、こんなもんか。よし、人生まだまだ、ルン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 、いきます、やります。ちょい待って、なんでなんでお前待たなかんの。やるわ。はい、オッケー。あ、でもスムーズに、あ、全然スムーズになってない。いくよ、ランクマッチやるよ。切断してもペナルティーないから嫌な曲来たら切断しまくりな。オッケー、金づるです、頑張ってください。わかりました、金づるのために頑張ります今日。リズムゲームの腕前を競ってランクを上げよう。ちょ、音をでかくしよう。リズムゲームの腕前を競ってランクを上げよう。はい、ランクマッチは特別ルールレジスト。はい、でパーフェクトをとりあえず取ればいいってことね。マッチングしますよ。え、これさ、スタミナとか関係ある？スタミナ関係ある？これ。あ、対戦で見つかった。はい。本物 VS フロム東京。ちょ、ごめん、誰相手？本物、相手誰これ？誰これ？ちょ、待って、訳分からん。ちょ、待って、違う、ちょ、待って。え、なんでエキスパーツしか選べん？待って、エキスパーツしか選べん。なんで？え、誰こいつ、しかも。早速騙されて、さ、あの、あれでしょ、あの、切断していいってやつでしょ。いいわけないからね。騙されないよ、そんなこと。まあ、バカだなって思いながらスルーしてる。大人だから、俺、大人だから。え、なんでこれさ、え、名前ないし、なんでこれエキスパート限定なのこれ。一瞬でもよそ見したら終わる。オッケー。スイッターダーン。これさ、しかもこの曲知らんのやけど、なんかリズム感おかしくない？全然知らんのやけど。え、これさ、今どっちが勝ってるとかそういうのないの？てかさ、初心者いっぱいおるんじゃないの？こんないきなりエキスパートでもいいの？逆に、逆にこんなエキスパートいきなりからでいいのかな。ちなみに何が一番最高ランク、マスターランクとかある？そういうのエイペックス的な。え、なんかこの曲よくね？え、グレード出したら負け、 AP がかけない。え、めちゃくちゃなゲームじゃん、つまんなそれ。あ、待って、 AP が出しちゃった。え、待って、クソつまんなくね、そのゲーム。やば。ちょ、知らんもん、曲を。なんでビビット&バースデーキー聴いてくれんの？俺、その辺の曲しか知らんもん。え、これ、しかも知らない曲ワンチャン来るんじゃない？普通に。テオとか。俺、テオ知らんよ。まあ、いいや、初戦だから負けても正直いい。相手の名前がないのが意味不明すぎる。なんかそういう匿名性みたいなモード使ってるのかな。え、待って、曲よくね、ここ。なんか切なくね、メロディーが。みんなスナイプしないの？なんかリズム感変だけど。え、これ勝った？どう？あ、あ、勝ってる！プラス 4！ え、ごめんね、なんか。なんか、ナメプしてるわけじゃないんだけどね。ごめんね、なんか。俺みたいな人が勝ってしまって。著作権ヤバめの曲来たらどうすんの？どうしよう。そのためにさ、あれしよっか。これをこうして、いつでもここで音量変えれるようにしとこう。ここの下のところで。イエーイ。え、おもろ。え、おもろ、これ。しかも相手強くない？え、これ今どうなってる俺。もうとりあえずどん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 ポン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 やってた方がいい、これ。え、別にオッツアンズエンズ来ても。え、これめっちゃ使われんじゃん。ちょ、待って、じゃあ、え、待って、バカ使われんじゃん。え、1でいいよね。2でいっか。2にしといて。2にさせて、2に。え、バカ使われるんじゃん。それ初耳なんだけど。マッチングしよう。スタンプ送れるぞ。やだ。なんかスタンプ送る人嫌いだもん、俺。服の文字ボロボロです。これ、そういうデザインやろ。本物 VS アッシュ。あ、やべ。
やべ、著作権来た。みんな著作権来た。どうしよう。やばい、著作権が来た。どうしよう。これどうしよう。え、これ音小さくしたら大丈夫とかある？え、どうしよう俺。著作権来ちゃった。オッズ&エンズ並みの著作権が来ちゃった。どうしようこれ。一旦少量にするわ。え、どうしようこれ。ここでいっか。このぐらいでいいや。タッタッタタ。ちょ、俺がさ、めっちゃでかいこれ喋りまくればさ、あれじゃない？著作権ブロックできんじゃねっていう。あ、割と音量入ってる説あるな、これ。待って、負けてる。いや、おって音量出せないんだからさ、せこくない？そんな。俺、ほぼ無音でやってるぜ、これ。え、ずるくない？そんな。卑怯くないですか？著作権が勝ちやって、これ。俺とこの人の、アッシュと俺の、勝ちじゃない。これもうどっちが勝ちとかも、まずもうこのゲームをやってる時点でもう負けみたいなもんですからね、お互いが。なんかミスんねえかな、相手。なんか相手上手くないっていうか、上手い人しかやってないの、この機能。今2戦目よ、まだ。だったったん。なんてたんたん。これ切り方が下手くそすぎてイライラする、この曲。待って、ワンチャン負けてる。てか左上に見えるね。プラス1とかマイナス2とか。なんか強くない相手。エキスパート AP ぐらいの実力あんの、割となんかすごくない？相手も。あ、今同点。あ、で、1個勝った俺。いける。この調子でいこう。待って、バカ楽しい、この機能。なんかワクワクする。慣れと狂った調子でほら。頑張ってるよ。頑張れって言われなくても頑張ってるけど、頑張ってるわ。よし。主人公汗かかってるからね、今。ごめんね、相手最初リードしてたと思うけど、もうね、この音量に慣れた、俺。このね、少ない音量に慣れた。これほぼ状態以上でやってるみたいなもんだけど、これもう慣れたわ。で、ここで終わりでしょ。よし！おもろい！精度ゲーすぎて思んない。もうそれはね、あなたの精度が悪いのが悪いから、もう恨むならあなたの精度を恨んだ方がいい。ランク前 FC 全体の戦いになってる。まあいいんじゃない？そんなもんで。ぶっちゃけ問題。しゃあないやん。よし。なんか、次のランクまで、なんか、なんとかみたいに言われなかった。ちょ、頑張ろ。よし。で、音量をでかくする、ここで。リンクプレイのこと、時々思い出してください。ごめん、忘れるわ、あんな。あんなさ、友達がいること前提の機能。やろう、ランクマッチ。あ、待って、これない。どうしよう。これ戻ろ。これ増やそっか、一旦。アイテムで。でかいの使っちゃって増やそう。よし。え、全然俺楽しいよ。なんかこれ不評なんじゃないの？エンジョイで誰もいなくね。で、脱ぎ散らかすわ、ジャージを。よいしょっと。エンジョイで全然おらんくない？来世の大天使様。これ、ボーカルはこれで。いきましょう。なんか名前があれじゃない？なんか、うん、すごい申し訳ないんだけど、別に強敵ではなさそうだよね。強そうではないよね、名前が。すごい申し訳ない。本当に申し訳ないんだけど、名前が別に強そうじゃない。シルバー対 AP しないと負ける。クソゲーじゃないってか、なんでこれマスター以外選べんの？マスターでやらそうし、差が出んもん。さすがにこの辺ではみんなミスらんね。これなんだっけ？これ三田さんが歌ってたやつじゃない？大人になるののデデって。相手ミスってるぞ。ごめんな、本当に。これでもサーバーなんか強化された？もしかして。6時ぐらいはやばかったのかな？追加された瞬間は。割とね、ナメプでもいけそうな気がする。ナメプしないけど、スポーツマンシップに乗っ取って。これコメント見てる暇ないわ。え、シルバー、え、何が一番いいの？ゴールド？ゴールド帯が一番いいの？何が一番上？で、俺今何？俺は今何で、何が一番いいのかだけ教えて。今日なんかそれ一番上行くの目標するわ。8時間ぐらいかかってみよう。しょうがない。まあ俺プロセカ大好きだから、8時間ぐらいプロセカやるわ。しょうがないで。なんか配信のコメントラグあんな。ほんで。マスターが一番上？
え、俺は今何これ、え、俺は今何これ、プラチナの上に1個ある。もうちょっと何が一番いいか、何が一番いいかわからん。エペちゃうぞってことも、俺エペ知らんよ。エイペックス全く知らんよ俺。プラチナティア1、何それ。そ、あ、やべえ、落ちた。あ、びっくりした。やったー、ありがとうございます。あ、シルバークラス1。え、いいんじゃないのこれ。これそこそこいいんじゃない、もしかしたら。どんどんやろ、どんどん。これ荒れなくてもできるんだね。しかもプレデターが一番上。これランク外、これもしかして。嘘でしょ、こんな頑張っとんねん俺。こんな頑張ってんやね俺。そんなことあります。よし、音ゲーセンス皆無さん、よろしくお願いします。やめたらどうですか普通に。お、やっとマスター来たよ。一時訪問はごめん。え、どうやって、なんか連続でできんのそれ。やるわ、じゃあ連続でやるわ次から。今来たよ、全勝してる、してる今のところはね。今のところはなんかこれ地震起きんな、ほんで画面の。こっからが本番ね。了解。あ、これか、知らない曲かと思った。待って、もう2位負けてんだけど、なんで。だから相手は今ね、もう勝てるってか、なんか MV いらないんだけど、やめてこれね、もう本当にいらない、これ画面の邪魔すぎる。色覚なんかで、これ俺もう本当ハンデモードしすぎじゃない俺。ありがたく思った方がいいよ相手は。めちゃくちゃハンデでやってるからね。音ゲーセンスカイムさんにさすがに勝ちたいな。本当にカイムってことを証明してあげよう。ネタっぽくつけてるだろうけど、本当にカイムなんだよっていうのを証明させてあげるわ。あ、証明できそうな予感。なんか変な譜面やめて。あ、いやほらほら、勝ってきた。 MV 消せ、ごめん、なんか本当にごめん。なんでこれ MV ついとんの、ミスター普通に。あれ以来 AP だよ俺。あぶれ、あーやべえ。え、2個も出たじゃあってことは、負けたってことは。やべえ、負ける。せめて同点にしてくれ。精度ゲーすぎない？ってか普通にみんななんか上手くない？いやもう絶対負けたやんこんなん。だって向きがわからんもん、フリックの。いやもう何このゲーム、おもんなマジで。え、うざ。 MV 消すわ。クソムカつくわ。おもんなマジで。楽しくない、全く楽しくない。主人公いて残念。主人公はこういう一回負けてからの巻き返しがあるから、主人公っていうのは。まだ大丈夫、まだ参る、全然まだ参るっしょ。ジャンキーナイトタウン、何これ、大丈夫これ知らないんだけど。この曲パニッシュユー先生の俺やったわ、ごめん。ビギナー、ブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナ、ダイヤ、マスター。うーん、で俺は今ビギナーなわけね。頑張ろっか。プラチナまでは生きてえな、さすがに。ん、これエキスパートどっち、マスター。全然見てねえや。あ、でも勝てそう。ナメプしても勝てそう。な、これさ、どうやって下がんのこれランク。よし。え、俺この曲知らないんだけど、あんま。
テレ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 テ知らん曲来ると負けるね。なんか特に文字のさ再現みたいなのついてくると何ですかってなるよね。普通にランク下がんなくね。ね、なんか下がってないよね。さっき見た感じ、見た感じとかなんか言うのよくないけど、三田さんこれやりたくてうずうずしてんじゃないの。これ三田さんこれ絶対配信でやりたかったでしょ。え、どう今三田さん見てんじゃない、もしかしたら見たかったらやっていいよ。三田さん俺は別に責めないよ。三田さんが突然廃止しだしても、何お前って言われても、スパチャで稼ぎまくっても、俺は三田さんあれだよ、別に責めないよ俺は。三田さんもやってほしい。まあ三田さんでもね、やってほしいでしょみんな。でもね、やっちゃいけないことやっちゃったからね、あの人ね。どうなんだろうね、やらなくていいことをしてしまった人間だからね。どうなんだろうね。余裕でした。これ何をどうしたらいいのこれ、よくわからんわこれ。何が何なのかわからん。これをここまで100まで上げればいいってこと。1回で10ってことはさ、だいぶ辛くね、だいぶしんどいんだけど。幸せになるんだぞ、よろしくお願いします。あ、もう勝ったわこれ、クソ余裕。まだこの辺雑魚狩り。え、でもなんか別に雑魚くなくない、別にみんなフルコンボぐらいは取ってるしさ、全然雑魚くなくない、そこまで。でこの後プレスがやめてほしい。もうやめればええかな、幸せになるんだぞ。5連勝中だって、絶対潰すわ、死んでも潰すわ。この曲知らん、ちょっと待って、知らんこの曲、やべ知らん、ちょっと空気じゃないこれ。いや、いける、5連勝はあいつ絶対潰す。お互いちょっと泥試合じゃないか、これ大丈夫か。相手もちょっと曲知らない説ある、やべえ。あれ意外と相手も同じタイミングでグレート出てるわ。いける、今のところはいける。あ、もう勝ったわこの感じは。相手の5連勝早くへし折りたくて仕方がない。壊したい、密かのあれね、壊したい。ちょっと待って、初見殺しがすごいぞ、やばいやばい。あのでかいのを続いてきた時の焦り具合がすごいわ。あ、三田さん配置出てきた。三田さん配置だけまとめたなんかサイトないの、三田さん配置が出てくる曲まとめみたいな。ほらまた三田さん配置、よし早く5連勝へし折りたくて仕方がない。あぶねえ、何この曲、はい、余裕ではないけどギリ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 勝つ感じが一番気持ちいい。相手に一番精神的ダメージだったら一番気持ちいい。クソ悔しいやん、こんなんで負けたら。プラス1とかで負けたらクソ悔しくね、多分。
いやでも楽しいわこれ。あのさ、全然関係ない人とできる感じがいいわ。待って、全員のレベルがマックスになってしまったので一旦ここで彼を進化させます。一旦レベルを上げたいので彼一旦進化させといて、でこれ彼一旦ね、彼一旦ちょっとここ行かせて、あーもう少しだ。キャラをねもらって、でそこであれをしようかなと、レベル上げをもう一個しようかなと思ったんだけど、ちょっと待ってね、俺その悔しいの2回あったぞね。お前みたいなモブが狩られる側なんやろな、エナ。やばい、メルト。最後キモくなかったっけこの曲。エピしてないわ俺、大丈夫かな。ブロンズで待ってよ、早く上がってこいよ。オッケー。ブロンズってさ、6時から始まったんだよこれ。もうやったのそこまで、早くない？何してんの、何してんの、暇人かよ。暇かよ、働けよ。これ確かキモいんだよ最後。これ大逆転あるぞこれ、マジで。なんたんたんにゃー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 、これマジで最後逆転あるわ。え、最後どんな感じだっけリズム。にゃー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 、いや勝てる。あの最後ができなくても、今のうちにプラス7ぐらいまでいっとけば最後どんだけミスでも勝てる。よし、ね、これコンボ依存とかないからね、そこがいいわ。本物と当たったら本物ですよ僕。え、俺そんな下手？お前でもネットが下手くそだからあれじゃない、なんか似たようなもんじゃない俺と。お前めちゃくちゃネット下手くそじゃん、やり方似たようなもんでしょ、お互い下手くそや。よしよし、今のうちにプラス9貯めといて、貯金をね貯めとこういっぱい。で最後の気持ち悪いのが来ても絶対に勝てるようにしとこう。危ね、これ多重反応起きた時やばそうだな。よし、やばい。あ、でもいける、相手もなんかミスってるわ。早く終わる曲。しばくぞってきた、怖っ。これさ、殺害予告としばく予告何が違うの。両方訴えたら勝てそうじゃない、しばくってなんやろね、勝てそうじゃない別に訴えたら。危ない危ない危ない、赤スパ投げたら邪魔できる。え、でもいいよ、全然美味しいからいいよ。そのこんなクソどうでもいいさ、こんなゲームのさ負けても俺別に赤スパもらえんだったら。にゃー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 、これ最後さ何もしなくても勝てるんじゃねえ、これナメップ。まあ、そういうことしないけど俺。あ、まだあんの曲、終われよ早く。これ著作権大丈夫かな、心配になってきた。ごめんね、相手ちょっとボロボロじゃん。しかも相手も別に下手くそじゃないんだよね。絶対的な自信のもとやってるんだとしたら申し訳ない。地味にさっきのやつ5連勝もぎ取ったのでかくね俺。にゃーにゃーにゃー、おちょぼくじみたさん出てきてんじゃん。よし、これ何もしなくても勝てないじゃん最後、本当にうますぎ。メルト著作権やばいよ、うざ。ごめんな、そんなに回電持ってんじゃん回電。え、緑色の回電とかあるんだ、子さんかな。著作権心配なら曲を書き消すぐらいのトークしないと。お、駒井さん、このリーダーにして、なんか何十回やろうみたいなやつ、今ゲットしたな。そんなやったんだ、俺。行きましょう。え、これさ、何にもなくてできるよね。別にいいよね。何もないけど、いいよね。新人スタッフさん。
ミルクオンソーネチカは大丈夫。え、メルト別に著作権多分引っかからんくない？そんな大丈夫な気がするんだけど。にゃー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 。緑回転は弱い。なんで強そうじゃない？だって緑色だよ。普通紫色なのに。待って、この曲あれだ、俺の大好きなやつだ。これこれ最後のサビの感じめっちゃいいくない？この曲、この日の森しずくみたいな人のさ声がいいわ。待って、めっちゃ強い相手。違う、エキスパートやめてほしい。マスターでやらせてくんない？マスターだったら勝ってるって絶対。 AP ゲーじゃんこんなん。マスター以外やらんもん普段、モブすぎて。モブの方がだってさ有利やん、あのエキスパートばっかやってるモブの方が。エキスパートやらんもん普段。ここの音程の上がり方が好きなんだ。タカタンタカタンタンタンタカタン。曲良すぎ。だってそこに何世界に罪とか放り出したって、それを恨んだって咎めなんかして、そんに特に愛の経典人のジェノの名の苦しんでください、間違いでしたって。ここなんか、ここあんま好きじゃない。でもなんかここなんかむちゃくちゃやからあんま好きじゃない曲が。やっぱサビよな。え、これ同点ならんワンチャン。怒涛の追い上げで勝つわ。追い上げというか相手が勝手になくなってるだけ。簡単なことでしたって。死ね、なんか相手死ね、相手死ね、なんかあれしろ、ご飯って呼ばれろ、もうそろそろご飯の時間だよ。なんかもうタク呼ばれろ、ご飯呼ばれろ、おかんに。うるせえクソババア。うわマジか。え、つまんなこれ。え、おもんな。何がおもろいのこの試合。おもんな。なんでこんな緑色の回転のやつに負けんとかんの俺。意味わからへんのやけど、意味わからへんねんけど、これどうなんのドローって。え、クソおもんなくね、もしかしてだけど。クソおもんないてか、めっちゃ強くてもさ一生 APAP 同士で当たってたらさ一生ランク上がらんくね。今気づいたけど、もう知らん曲長さんで頼むから再生ドラマー系。クソかっこいいやん。ドラマー系。ドラマー系。ドラマー系はもうね、名前に負けってついてるからね、ドラマー系で。残念やけど、もう勝てんよ。名前が負けとるもん。名前負けしてるわ。ほら、もう初手、あ、ん？なんか今プラス出てなかった、今一瞬。やべえ、やべ、曲知らねえ全然。やべ、マジで曲知らんから助けて。マジでおもんねえんだけど。ランクマッチじゃなくてプロセカが面白くない、純粋に。何これ、ねえ何これ、クソ抜けんだけど。なんで、え、もう意味わからん。なんで、あ、もうやめよう、もうほんとやめるわ、こんなことされたら。こうする、こういうこと、もうマジでおもんない。こうね。いやもう負けたやん、13問マイナスされたら。はうざ、マジで。何この曲、ほんで何この、え、これ音ゲーでやる意味ある、この曲を。
なんでこんな、え、なんで、不快度指数めっちゃ高いんだけど、すべてにおいて。これもう絶対勝てたって、あの辺のミスなければ。もうキモこの曲マジで。細っ、ひょろがりのノーツマジで出さんで。あ、終わったマジで。おもんねえわもう。得点変わってないから相手も最後ナベプした、もしかして。おもんな、切断中なろっかな。不愉快だから切断しよう。俺が良ければ全ていいから、俺が良ければ何でもいいから切断しようかな。どっちにしろ俺の方がグレート出てるわい。もうあかんわ、無理や。たる、知らん曲で負けた。甘党さんよろしくお願いします。いいでしょう、悪魔の踊り方。まあいいでしょう。もうなんか26あたりがずっと出るんだね。オッケーオッケーオッケー。譜面のせいで印象がすごい悪くなる。あ、そういう曲なんだ。再生は切断しすぎたら赤番になります。もうなんとなくね、そんな予感するわ。アマトゥー、アマトゥー行こう。アマトゥー、怖い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 。うわ、跳ねリズムじゃん。世界で一番実況しにくいと言われているハネリズムじゃん。俺これ嫌い、ハネリズムだから。あ、でも勝てるわ。ここでね、ダウンしちゃあかんよ。しかもさ、あれでしょ、みんなさ必死にさ画面あれでしょ、血まなこれさ何も喋らずにやってるでしょ。俺もうハンでもいいとこよ俺。やべ、引退します。本文は概要欄からやめとけよ、お前そういうこと言うの。三田さんの悪口言うのやめて。これさ、あぶね、相手でも意外とうまくね。これでもさ AP 配信とかじゃなくてさ、ずっとさあの AP 出なくてもさずっと続けられるのがでかいわ。コロコロあの何2倍が変わるのがいい。もうちょっと今、よし、もうこのまま行こう。曲が飽きなくていい。よし、このまま1プラス1で負けたら一番悔しいやろ。いや、プラス2はダメなんやて。なんかプラス1が一番悔しいからね。俺一番悔しい感じで負けさせたいから、わざと1個グレート取ろうかな。あとドッペルゲンガーいつすんの。次カラコやってドッペルゲンガーやるわ。いや、その前に4月1日は多分エイプリルフール配信がすると思う。やべ、負ける。あぶねえ、悔しい。悔しいですよね、悔しいですよね。そういうスタンプないの、あの嵐のさ、桜井くんみたいなスタンプないの。悔しいですよね、めちゃくちゃ楽しいわ。ありがとう。いいえ、こちらこそ養分になってくれてありがとう。クソ楽しい。いや、ようやくカラコするのが、いや、だから次回4月1日にエイプリルフールの曲を多分配信して、もうアーキャーもやるけどいろんな曲もやるみたいな。卵豆腐俺好きだよ。うわ、終わったくせえと思ったけど、エキスパートならいけるわ。チャット行こう、チャット。卵豆腐チャット行こう。ゲスト誰、どういうことゲストって。実はね、毎年ね、私エイプリルフールにはですね、 YouTuber とコラボするんですね。去年はヒカキンとコラボ。ちょっと待って、みんなコメント、この状況でコメント、やばい、見てなかった。ちょっと待って、コメントがうざ、この iPad 広告出てるから。俺が悪いのか。じゃあてててんてん、やべえやべえ。なんでさみんなうまいの、この辺の。まだ雑魚ランクじゃないの、この辺。やっぱもうこういう機能そのものをうまい人しか使わんからな。
なんじゅんたんなんじゅんたんじゅんたんてらんねんにんかねん。え、うまい、相手うまい、めっちゃ。はいはい、なんか俺のさ配信でさ宣伝を流さんで、上でね、相手めっちゃうまくない？やべ、めっちゃ集中モード入ってる。俺やん、あ、危ねえ。あ、よ、よし、勝てる勝てる勝てる。ちょ、真剣にいくわ。よし、ねえ待って、上で音ゲーやってる人いる。よしよしよし、やべ、いける、勝てる、絶対勝てる、大天才。いや、もうプラス4なら勝ったでしょ、さすがに。なんでさ、いちいちコメントがさ途切れんの、これで。不愉快じゃない、みんなもこうなってんのかな。みんなもさ、たまにこういう時ある。よいしょっと。よいしょ、楽しいね、ランクマッチ。歌下手じゃない、誰が歌ってるの、誰だろうね。あんまそういうことは突っ込まない方がいいんじゃない。知らぬが仏って言葉あるからね。あ、行きましょう、やりましょう。アイドル親衛隊、これ絶対勝つわ。俺 AP してるからね、 AP するわ。 AP で格の違い見せるわ一旦。よっこいしょ。プレミアム入るよ、やだ。あ、入るか。でもなんかさ、あれだよね、サブアカで入るんだったらさ、あれだよね、なんか無料でできるみたいな。最初1ヶ月ぐらい、2、3ヶ月ぐらい、なんかそういうのあるよね。ずっとサブアカでやろうかな。承認ができないんでね、そしたらコメントの。え、もう死んだ相手。え、嘘でしょ、相手大丈夫。ちょ、格が違いすぎるんじゃないか、もしかしたら俺と。で、今の認識なんでも絶対死んでしょ。 AP して格の違い見せるか一旦、マジで。いやー、このなプラス9みたいなやつを貯金して強い時に戦えて、あ、やべとか言ってたら、さすがに勝った。この曲よくね、明るい曲好き、やっぱ。これどこ、ビビッ、これさ、どこ、ワンダーランズショータイム、ここ。雰囲気的にこの曲いいわ。ツンクみたいな曲、作曲してる人が。無反応ガチじゃない。まあでも運も実力のうちやからね、しょうがないね。それ、その貧弱な iPad 使ってる方が悪いや。危ねえ、絶対相手今見せたでしょ、そこで。ケーセヌヌメネヌスメネヌ、あ、やべー、ナメプしちゃおうかな、最後。楽しい。何モアモアジャンプって、この曲のん、歌ってるとこモアモアジャンプっていうの、モアモア曲の名前の話か。雰囲気ツンクなのかな、ね、なんかツンクっぽいね、アイドルっぽい感じが。この辺のね、ランク戦にはもう用がないから、とっとと強い人だったか。あ、あ、あ、ん、何これ、早くしてよこれ。ねえ、チョンピーキーピーキー、俺知らんわ曲。やばい、中国の方と当たってしまった、中国の方と当たってしまった、どうしよう。
人口めっちゃ多いからめっちゃ強いかもしれんよこの人。あ、終わったくせ、中国は絶対強い。だってなんて書いてあるかわからんもん。これあるあるじゃない。危ね。ねえ、MV いらない。誰か MV 来て、マジでいらない。実質なめぷよ。え、なんで MV 毎回出てくんの？ MV のとこなんか選択できるとこあったっけ？よし。あMV ありでなめてるわ。もういいよ、なめぷするわ。日中大戦争に発展させよう。しょうがなくね。曲全然知らんし、もう終わったわ。怖っ、こう外れそうで怖っ。メレレレレレみたいなやつか。これやったわ動画で、先週ぐらい。なんか AP 出ないんだよこの曲。なんで？MV つけると重くなる？端末の話それ。ごめんね、なんか重くなってたら。ん？俺戦争起こせるか起こせないかじゃなくて起こすよ普通に。まあでもこの試合勝ったから、まあそういうことだよね。勝利だよね、日本の。完全に日本、今完全に日本と中国のプライドをかけた戦いをしていたんだけど、完全に日本の勝利。みんなの、あ、回転でも緑色のやつつけてる、かわいい。え、クソ長い。みんなどんだけやってんの？どこまで行けばシルバーランク脱退できんの？面倒、関口面倒。実は人気オートゲーマー、人気オートゲー配信に三田光介の引退の衝撃、ね、マジ、もうやばいって。この流れでこの曲来るのもうやめて。三田さんの話してる時にこういう、本当に良くないから。え、後ろにいる運営の人、え、後ろにいるもしかして、え、違うよね、え、後ろにいるもしかして。良くないってこの流れ本当に。なんか三田さんの動画の URL 貼られてたね今。危なかったな。これしかも曲ちょっと忘れてしまった。曲どい、わからん。やばい、曲が初見。しかも原曲ボーカルやめて。これ何、原曲ボーカル相手うまいわ。わん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 ね、相手うまくない？相手の名前なんだっけ？うおー、あぶね。やべ、くしゃみ出る、やべ、くしゃみ出る、やべ、くしゃみ出る。あ、これか、これか。あかんよこれ流した。この曲はいいのに三田さんはあかん。何、よし、うまい。ここ好き。あ、違った。あ、なんかドーント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 ーンみたいな言わなかったっけ曲。やばいやばい、別の曲の声ネタ挟んでたらあれだ。ちょ待って、くしゃみ出る、マジで。よし、もう落ち着こう。お、ここ、ここ好き曲。ネタ曲自体なんかさ、この曲さ、あれだよね、ジャケット自体もさ、この曲を聴こうの聴くっていう字間違ってるしね。合ってんのかなあれで、ね、そういうとこなんかあんまあれだわ、好印象ではない。
はい、悔しい相手。プラス1で負けてる。はい、悔しい。悔しい。悔しい。はい、悔しい。悔しそうだね。悔しいですよね。めっちゃでもあれもらえる。あ、ちょっと待って、そろそろあれをしよう。あれをちょん、待って、押せへん、待って押せへん、もう買わん買わん買わん。これで早押して、で交換して、リンを交換、もう早押して、は早押せ、でリンを交換してからので、ここでもう早押す、ほんとイライラするわ、アホほどイライラする。あ、待って、こいつももしかしてさ、あ、もうじゃあおすすめ編成に一回して、でからのリンのところをレベル上げのモンスターじゃないわ、モンスターってしちゃった、ごめんなさい、モンスターじゃないです。で、あとレベル上げいなかったっけ、もういない、こいつレベル上げしよう。よし、これでいこう。ガチャ回す、やだ。なんかさ、ガチャ引けるんじゃなかったっけ。あ、タイムマシーン行きましょう。あ、 MV もう負けました。これさ、あれしようかな、あ、これあれしよう、あ、どうしよう、あの切断切ろうかな、これどう、切断切っていいの、切ろうかな、普通に MV つけちゃったもん、だってもう負け確やん、こんなん。あー、もう MV 切ろう、てか設定でそもそも切ろう、もう絶対負けたわ、だって見にくすぎた、見えへんもん。ね、待って、マジで見えなくない、もうほんまイライラするわ。こんなさ、ボコボコになっとる俺倒して楽しい、相手曲も全然知らんし、いやもう、いやでも主人公だから逆転しよう。いやもう逆転とかないんだよね、これ。どんだけ頑張ってもさ、スコアマックスが あってさ、相手がさ、あと6回ミスんない以外はさ、いや6回はミスらんやろ、もう26で。いやもうたる、え、もうガチでもう嫌だ、切ろうかな、切断。え、マジで切断切ったら どうなんの、ね、マジで見にくい。いやもう本当に今の画面が一番見にくい。クソだるいわマジで。ちっちゃくなっちゃうわ、チンコが。なえるわ。相手も下がる。道連れができんのね。なるほどね。おもろ。でも AP じゃない相手。もういいわ。勝て勝て。もう負けたわ。相手も全部負けても。死ね。今死ね。相手うまいわ、普通に相手うまいわ。これさ、 AP 取ってんじゃない相手。あー、でもギリギリ勝てるわ、このぐらいだったら。クソ悔しい。どうしよう、これは一旦 MV をそもそもここから切ってやろう。 MV をこれ軽量軽量、これでいいやんな、軽量にさせろ。よし、気を取り直し、よし、気を取り直し、いこう。雪丸、うーわ、絶妙なとこ来た。シルバー5で待ってるから、これ別にお前と別に当たりたくないし、いいや。友達でもないのに、お前誰だよ、お前誰だよ。
これなんだっけ、ブレーシング。勝ちたい、そろそろ。これワンチャン AP 狙った方がいいんじゃない。いいな、相手無言でできんの。ランク付けされてく理不尽な感じだって、このことじゃないの？ランクマッチのことじゃないですか？違うんですか？ランクマッチ良くないんじゃないですか？これワンチャン AP いくわ。やばーい、うますぎる雪丸。てかあんなキャラいた？雪丸のアイコンの相手も一人喋って嘘つくなよ。そんな気違いおらんやろ。え、これ巻き上げの期待できる譜面じゃないよね。そんな難しくないよね。これこんなところに見せるの俺だけ。あ、いける。やばい、何それ。相手なんかその何それで見せてる。あ、俺も見せた。あ、相手見せた。相手右の左のあれが苦手なんだ。何その緑色のノーツ。あぶねー。よし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 全言でかい。相手クソ下手くそだ。まあまあまあ、ここまで俺を焦らせたお前には褒めてあげるわ。だがそこまでやな。なんか変なのをついてきたね。やめてほしいね、普通に。あの不愉快だから。でもちょっと待って、相手が巻き上げてきる。プラス2で、これ一番悔しいからね、プラス2で負けるのが。よーし、うまい。相手の不幸を祈るゲームね。ほんとね、ほんとそれねその曲嫌い。なんかごめんね。あ、スタンプ押してこない系の人。ガルパが売名してきた。これさ、あれするわ。一個回復しちゃおう。うん。で、2ずつ行こう。一番悔しいのはプラス1が違うんだよ。2なんだよね。タルチ、そんなキャラいたっけ。これハンドインハンド、マジで知らんやつ来た。本格的に知らんやつ来たわ。誰ハンドインハンドって。手の中に手、意味不明すぎる。ハンドインハンド、あ、 BPM さえ分かっちゃう、もうこっちのもんよ。あ、これ分かったわ。あれか、あの曲か。これでもそんななんか難しい。あ、これね。これよくプロセカの選曲中に聞くけど、結局やらないやつ。あぶねえ。相手うまくね。あぶね。あ、やばい。え、なんで？相手うまくない？なんでそんな AP 出る？みんな。さっきちょっと難所あったのにね、プチ難所みたいな。あそこでミスんないんだったらもう無理よ。相手喋るよ。相手も同じ土俵で、あ、いゼロになった。同じ土俵で戦おう、ぜひ。おっさん全然別にいいよ、音なしでやるだけだから。あれやって、オッズアンゼル来ても別にだ、なんかあれだよ。日本と韓国で動画がブロックされるだけだよ。よしよしよし。崩れたな、一気に。よし。
このまま行こう。なかなかみんな AP 出んね。ほんでキモ不明。はい、残念。一番悔しい。はい、悔しい。メルトは OK なのにオッツァンゼンズはダメなのか。そうなんですよね、ダメなんですね。緊張感ある。緊張してってね、みんな。いつになったらこれプロ何なのこの次。早くしてや。もういいわ、上げてくれ、上げてくれ。もう知らんの長さん、もうマジ知らんし、なんかフルコしてるの。なんでこれ知らんよ、本当に知らんよ俺この曲。チュルリだったチュルリだみたいな。ガチで知らん。なんかフルコンしてたらしいけど、ガチで知らん。みんなサブアカ使ってのこのこして、まあ、してると思うよ普通に。さすがにしてると思う。チュルリラチュルリラだだった。何それ。ん、こういうリズムね。危ないね。ん、これ原曲。あ、大丈夫、カバーね。んふんふん。相手もうまいね。いや、うまいっていうかせこいわ。俺知らんもんこの曲。これオタクが好きなやつ。あんまネタ曲っぽいの好き。やばい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 。え、もうおもんな。知らんもんこの曲。いや、もうおもんな。知らんし、曲も。何の歌これ。危な。リズム感はいいけど歌詞がキモすぎるからあんまあれだな、刺さらんな俺には。なんかくだらねえわ曲が。マジで脱法ロック並みにくだらんわ。何を比喩した歌やねん。相手死ね。なんでまた AP 出てないよ俺。またグレード出た俺。あ、だけど巻き返してる。頼む、勝たせてくれ。もう終わった。おもんねえわ。曲がおもんなすぎて負けた。なんかさ、しょうもねえわマジで。なんか勝っても別に、この曲で負けても別にいいわ。しょうもねえわ。しょうもないもんだって曲が。整理の仕方もう整理しょうがないからしゃあないわ。小学生みたいなのあるし、なんかね、うん。幸福安心委員会ぐらいどうでもいいけど、何その幸福安心委員会、ね、だって曲知らんもんでセコやん、そんなんされたら。イベントバッジ報酬10倍って言ってたね今。ああいう時に 10のあれ使えばよかったね。ん、違う、これだ。いつになったら上がるの。ほんでしかもネタのランクも配信見たかったな。残念だったね。桜餅本当に知らん。読み方すら知らん。誰？明日の夜空なんちゃらかんちゃら。やべ、指の付け根痛くなってきた。
これなんか有名だけど俺マジ知らんねんなこの曲学校で流し、もう変なコメント、ね、学校で流してるときクソ気持ち悪いコメント見てたら今の言っちゃったミスっちゃった。あ、そうそう知らんさすがにそれ知らんもん。こんな嘘みたいな感じ使ってる曲知らねえわ。こんな曲有名なのこれ。よかった相手もなんか喋りながらやってるみたいで。ギリギリ勝てるよこれ相手多分いけるわ。パッションで乗り切ろう。曲名だけは知ってるよもちろん。いや俺多分じゃあ聞いたことあっても、あ、なんで負けてる、なんで負けてる。いやもうちょっと曲続いて、もう多分なんかこれパッションでご利用せる相手だから、ちょっと頼む、もう少し曲つないでくれ。相手は早く曲終わってくれと思ってるかもしれない。俺もいやそんな簡単のじゃなくて、なんいやもう早く難しいとこ来て。変なさコメントで笑わんければ俺絶対勝つさ。うーわもう無理やろこれは。死ね。アイブイカムラグい、嘘ごめん、まあ、許してしゃあないわ。おもんな言い訳ばっかすんな。カス知らん曲ですって言い訳なの。事実ないけど、曲知らんもんしか言ってないけど事実じゃないの。知らんもんでしょうがなくない。ねえもうやったし、このさ三田さんの曲やったって。これ楽しいですか。全然楽しくないわ。クソつまらん、ほんまにつまらん。やったよねこれさっき。これ大人になるのデデデじゃないの。アーキアでこの機能やってほしいわ。大人になるののデデって。いやだからさマスターでやらしてよ。三田さんのテーマね、通称。いやーもうなんで、あーもうコメントもなくなったし、踏んだり蹴ったりよ。もう頼む本当に、もう同情してくれ相手。こんなかわいそうなっとるんやで俺画面越しでは。相手 AP 狙おうとしてる。もうあかん本当に、マジで本当にもうなんか指くじいてくれ。マジで頼む。いいやん、何もかかってないで。もう時間がかかってんの俺は。なんでしかも今 AP、 え、なんで俺グレート出た今。なんでたかがエキスパートやろ。なんでそんな俺弱い。だる上で、もう俺のミラー配信してる人がいる上で、ミラー配信禁止だぞ一応。死ね、もう死ねー、死なねえし、なかなかもう渋てー。これ AP やったらもう負けて当然じゃない。しょうがなく、しょうがなくない。だってどっちにしろさ、勝てはしないんだからさ、同点じゃん。 AP 取られたら勝てはしないんだから。これ AP でしょ相手どうせ。
うわ、だから佐賀電からマスターやらしてって言ったやん。面白くないんよね、単純に。面白くないもん。単純な感想、面白くない。ねえ、なんで、ね、しかもこれ勝ってもどうせこれ追加されんよ。なんか勝っても追加されんのに、負けたら追加されんの、これ何？スプース、しりとりで俺素で素攻めしてスプース使おう。もう何この曲も知らんし。これ MV ついてないね。はあ、タルラルラン。ガチ知らん。あ、ん？なんか最初みんなミス、なんか、ん？なんか最初みんなバグんな、表示が。んー、ちょ、もう助けて、もう。フリックの向きぐらいもう容赦してや。え、本当にこの曲知らないよ、今回に勝ったわ。ファッション知らないじゃない。本当に知らない。空気やろ、これ。初見でようやってる、吠えて。俺結構初見でやってる方やろ、これ絶対相手得意曲やん。終わったわ。しかも AP だし、相手も。もうええわ。あ、いける。これパッションで相手これ寄せるやつじゃね。なんか横腹痛くなってきた。なんか横腹痛くなって、なんかマラソンした後みたいなやつ来た。よし。いや、プラス1では負けたくない。負けるなら堂々と負けよう。え、ガチ知らん、この曲。俺フルコンしてるらしいけど、このサビだけは知ってんだよね。いける。いける、いける、いける。ミスれ。うわ、おもんねえ、一番おもんねえ。なんでこんなんとドローやねん、俺。夜飯食って食ってな、お腹空いちゃった。食いながらでも見てくれ、みんなは。ここが長いな、毎回。なんでこれと同点やねん、俺、スプースと。俺、でもスプース絶対しりとりでスーで使うからね。ほんと相手を不幸を祈る。ほら、勝っても増えんのに負けたら減るっていう、このゴミ機能何？このゴミ何？魚さん、本当に魚みたいな顔してんだろうな。未来、これは知ってる曲。こんなクソゲーやめるか、やめるか。本当にもう2回連続負けたらやめるわ。言った俺、2回連続負けたらやめる。それはもう嫌気が、やめる、もうでもやめるときは iPad が死ぬときと一緒。何度も何度も、これはね、コマメザーの声が美しすぎて、美しいというか、おしゃれすぎて。なんで？もうやめようかな。いや、これ相手パッションに乗り切れるやつだ。え、なんで俺そんなミスる？これ AP しなかったっけ俺。カラコは一番嫌、今一番やりたくない。でもいろんな曲できんのいいな、これ楽しい。え、これさ、持ってる曲しかできないのかな、もしかしたら。よし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 。ドローは一番おもんないから。あ、やばい、なんかミスっちゃった。なんで2個もいった。
遠くの日の影の、ここがいい曲。相手も今喋りながらやってる。よし、相手が見せたところなんとなく分かった。今絶対今の24秒一瞬出てくるとこでしょ。ここでね差が出るんよ。曲が好きなだけじゃこのゲームは渡れない。あ、もう余裕だわ。もうプラス5とか言ったらもう余裕だわ。ドッペルゲンガーしよう。ちょっとなんかそ、あ、でもドッペルゲンガー来るんじゃない、ワンチャンエキスパートぐらいなら。あ、でも一番ないか、ドッペルゲンガー。難易度エキスパートだとめっちゃ簡単なのに、マスターがめっちゃむずいから一番なさそう、俺の今のランク帯だと。これ一回見せると3ぐらいマイナス下がるの何？やばい、よかった。こういう相手の時にこういうヘマするのよかった。ちょうどいいわ。ゴールドで待ってるわ。お前いいよ、なんか一人で待ってれば。音ゲーガチ勢さん、何が残るんですか、あなたの元には。よかったね、ゴールドで。危ねえ、何気に危ない。よし、ね、横腹が痛くなってきた。ちょ、横腹伸ばそう。あ、痛い、なんでなんで、痛い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 、なんで痛い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 、なんでこんな横腹痛い、俺走った後みたいになってるって。なんで腹減りすぎた。そういうわけじゃないよね。なんでなんこれ。あ、やっと増えた。痛い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 、冬子、本当に知らないやつ来た。準備 OK、 やめようかな。だってで準備こんなんできんもん。できんできんできん、ちょもうできんって。本当に知らない。ちょ待って、マジで痛い、横腹が本当に痛すぎて。ガチ初見、これ BPM だけ教えて先に。どの BPM？ 最初だけ本当に慎重していくわ。空取り付け根痛い。ほんでボロボロ、もうん、何これ、え、せこくない、俺知らん曲。え、切断しようかな、マジで。羽リズムだし、リズム跳ねてるし、喋りづらいし。これ140ぐらい。いやもうね、今気づいたのが BPM 言われてもわからんのよね。どんぐらいの140ってどんぐらいなのかわかんないね、結局。うわ、相手 AP 狙おうとしてるわ。出た出た出た、何今の、危な、初見殺しじゃん。ん？なん？愛の愛のシンパシーって曲かと思った。あ、待って、勝てる。ほら、愛の愛のシンパシーやないのこれ。相手どこでヘマしてん。あー、攻めてドロー、攻めてドロー来て。いや、いける、まだドローある、ワンチャン。あー、もうないわ。せめてドロー。え、終わり、地震来た、来てねえわ。コメント欄なしか。来てるわ、ありがとね、いつもありがとう、いつもありがとう、いつも自信を起こしてくれてありがとう。絶対今の真冬が歌う、もうずるー。
ほんまにずるいわ、そういうところ。買われました、金で。真冬推しなので、真冬の曲出してってセガに言って買われました。八百長です、これ完全に。ずるー。なんでしかも下がるん、それで。誰しかもこの曲、あと誰、曲イズ誰、あんまこういう言葉使いしたくないんだけど、曲イズ何、誰、一回マジでさ全部下がってさ、あれしようかな、ランク帯全部下がってあれしようかな、雑魚狩りしようかな、ガチで。誰ですか。610地震、震度6来た。いつも地震起こしてくれてありがとう。一括でもええからね。ヨンちゃん、え、にょんめん、いいんや。なんて読むんだろう、これ。マイナス1で負けるの悔しいですよ。まあでもしょうがないんじゃない、あれは。もともとマイナス5で負けてもいいぐらいのスコア取ってたのに、相手もなかなかあれだと思うよ。まだ可能性あったことで。肝を疑うのくしやめろね。すごい嫌い。ブスそう。ねえ、著作権。急遽著作権のため、隠します、音量。これ、だってカバーとかじゃないよね。やばいやばいやばい、曲が全然聞こえない。この自分の指の BPM で。自分の指の BPM で。か、あの、あれを感じろ。曲を感じろ。よし。うまい。よし。俺、え、無音の方が俺うまくね？よし、うまい。今のところ、なんか韓国人に勝ってる。あれ、カバー？これ。いける？いや、でも今もう音量上げられない。助けて。うーわ、もう絶対俺のせいだ今の。いや、まあ頼む、死んでくれ。じゃないと今の。いや、お情けで今負けて。あ、よし、いける。あ、いけるわ。よかったー。この勝負一番強いの著作権かと思った。案件はきつすぎる。よし。あれ？プラス1になってる。あれ？あ、やばいかも。死ね、お願い。ああ、もう韓国人と同じ、もう同レベルやった。でもなんか2回連続負けてはないから、まあセーフ。え、絶対さ、俺配信じゃなくて音量の調節でさ、なんかしなかった俺。腑に落ちな、腑に落ちな。え、絶対このうちの1個はさ、俺悪くないもん。てか SE 消さない、なんで SE 消すの。お前 SE の気持ち考えたことあんの。これ無限にできるの、熱、おもろ、ソア。サンキューミュージック。さっきも当たんなかった、こいつ。何そんな揺れてんの、嘘、ほんリアルの地震来てる、俺。そうでもなくない。え、そんな揺れてる、俺。初見で、また地震来た。これ、一括でいいからね、それ。一括でいいからね。よし、これどういう歌？ルルルルルー。え、これさ、この曲以外でどっかで絶対このメロディー聞いたことあるんだけど、トゥントゥントゥーンっていうメロディー、なんか絶対似たような曲あるっしょ。もう一個、え、これエキスパート？どっち？マスターか。
エキスマスターだったらあれでもね、サンキューミュージックのところで絶対39って多分出るはずだから、多分エキスパートかもしれない。危ない。ほら今のさ、なんかこの曲なんかメロディーいろんなとこから持ってきてない？めっちゃ聞いたことあるんだけど、この曲これ以外で、ジュン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 のとことか、なんかめっちゃいろんなとこで聞いたことあるんだけど、この曲勝ったな、勝ったな、怒り勝ったぞ俺は。あ、これマスター臭いな。熱中症ありがとうね。熱中症なんか名前不謹慎だけどね、本当に気をつけてね。俺熱中症はね昔なったことあるからね、本当に。中学生の頃ねテニスの大会でなったことある。あんま心配かけるとかそういうのが嫌だったから、ちょっと待って、もう本当に何もそのそれで負けるのだけはマジで腑に落ちね、負けこれやん、これもうざい、しんどい、しんどすぎる、これやん、なんで負けた、意味がわからんわ、これやないの、意味わからんわ、面白くねー。もうこれやん、おもんねー、これで負けたらもうやめる、本当にやめる、面白くなさすぎる、とてつもなく面白くない、今不愉快やもん。え、ゲームやっててそういうことな、マイナスな気分になることある？ ありがとう1200円、自信一括で、なんだそのなんか、なんで小分けにすんだろう自信は、スパチャを。ガチャ勝つ、あとガチャ金、ガチャピンみたいな騙しが絶対勝つ、ガチャピンに勝つ、ガチャ金に勝つ。あ、待って、これカバーにしないとやばいかもしんない。あ、大丈夫か、カバーになってるか、やぶねー、勝者著作権になるとこだったね。何その譜面、本当にこの曲 AP したの俺、曲も全然あんま知らんし、ちゃんと聴けばよかった。月が回ってきたな、ついにね、 AP やん、それはもう負けるわ。塗り出しておくれよ、これね、え、相手 AP じゃね、いいね。AP じゃん、そんなん勝てんやん、面白くな、巻き返しがないゲームとか何？ FPS の方が面白くね、巻き返しあるもんだったらいいの、弱くても宣戦布告できるけど、もうこんなん無理やん、なんか妨害できるとかならまだいいけどさ、妨害も、もう AP し、ねえ、もう AP じゃねえ相手これ、こんなつまらんかったっけこのゲームって、曲調すぎ、これいいよね、え、こんなつまらんかったっけこのゲームって、やめるわ、面白くないから、うん、切るわ、もう面白くないわ。やめます、2回連続で負けたのでもうやめます、面白くないですこれは、さすがに。
なんで AP できんのね。ほんまにクソ。引退します本文は概要欄から、その三田さんのさ、あの動画のさタイトル打ち込むのやめてもらっていい？商標登録してくれんかな三田さん。それ俺もしかして下手？俺全然下手じゃないでしょ。なんでこんな負けるん俺。なあ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 、コメントもまたでんくなるし、今日なんか全てのコンディションがなんか悪いわ。エピ取ろう、せっかくだし。 AP 同士でさドローになったらさ、もう虚しくない？もう逆に何してんねんってなるよね。あんな頑張ったのに何にも生まれませんでした、何の成果も得られへんでしたよ。そしたら何がおもろいのってなるよね。 AP 取ってドローとか。なんかヒゲ剃りの広告出てない？上に。なんかお前らもなんか青ひげうぜえから、なんかさあれしろよ、ヒゲ剃りちゃんと。よし、私またしかもドローになりかけてる。いやでもこの曲まだ長かった気がする。さあマジで、あいけた。相手のミスを喜ぶゲームだっけ、なんかそんな感じの言われてるよね。相手のミスをいかに喜べるか、煽れるか、精神的ダメージをつけれるか、勝敗要素そこだよ完全に。にゃ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 。これまだあるんだよね確か。クソ長くねこの曲。よかったギリギリ勝てそうで。うまくない？なんかみんな、なんで？え、なんでさこんなうまい人しか当たんない？だってさ無限にいない。だってプロセカやってる人って今この時間にプロセカやってる人無限にいないで、しかもさこのクソザコランク隊で無限にいない。なんでこんな俺なんか強いやつしか当たらんの？操作されてる俺もしかして。よしよし、自分の配信環境を憎むしかない。配信環境っていうか、なんかただ単に広告出てるだけ。これなんだろう、1対1がおもんない。それ思ったね。なお前らさどうせザコとしか当たんないけどさ、なんか俺めっちゃ強いとしか視聴しか当たんないけど、なんで勝てたことない？養分になっとるやんけ。初日だから低ランク帯も多いね。なんで多いはずなのにさ、なんでこんなさうまいのみんな。今ランクいくつだ？上、下から2番目。俺下から2番目でこんな苦戦することある？だって普通に考えておかしくない？明らかにおかしくないこれ。でだから誰ですかこの曲は、ガチで誰ですかこの曲は。ほんまに知らんで。で1回フルコンしてるエキスパもどうせあれやろ、みんなでバトルの時に1回選ばれたやつでしょ。どうせマスターフルコンしたことないから参加しないんだよ。してもっとエキスパートでもなんか参加できるんじゃなかったっけ。今日タイミングわからん。ねマジで誰この曲。なんでなんかマッチングしてる人みんな回転持ってんの俺今。なんで？でほら、ね、相手 AP じゃん。なんでこんなみんな強いの？
かさ、あれ自分の取った AP の記録が多い、多いければ多ける、多ける、多いほどなんか多い人と当たりやすいみたいな。相手そこでミスることある？今まで AP で来てんのにそこ何がミスるとかあった？今何？やべえ、サビ聞いてるけどマジ知らんわ。あ、勝った、勝ったな、イカリ、これは勝ったでしょう。ちょ、だからこういうさ、あ、やばい、危ねえ、曲知らないけどなんとか持ちこたえる。あ、三田さん、あ、三田さん、なんかウインクしてる三田さんいたね今、若干これ怖い。あ、三田さん、なんか若干ウインクしてる。三田さんのウインク需要ある？よし、うまい。深海電つけたら相手震え落ちするんじゃね。そんなに強いもんでもないらしいけどね。別に数日もすればゴールド以下落ち着く。本当に？だから三田さんの謝罪のやつやめても、なんか B 取ってるしもうこれすでに。いつ？あ、なんか下がってる。クラス1一番下じゃん俺。え、なんで俺こんな下手？俺、え、ありえんって。絶対もっと下手な人間。クソ、だから知らんって。これほん、違う、これあれじゃなかったっけ、クソ抜けるやつじゃなかったっけ、これクソキモい曲じゃなくて。あ、親指勢だって。死んでも勝つわ、死んでも勝つわ。最悪相手のなんか指の付け根あれするわ、削るわ。今勝てそうじゃない？そしたらさすがにこれ、これで、これでどう？猫の手、これ強くない？あ、だけど俺の指の音のせいでタイミングがわからん。これで勝つわ。しょうがなくね、決めんのも譜面が。相手も同じことしてんじゃないの。やっぱ再生抜けるよね。なんでなんだろうね。あ、抜けたな相手多分。これ29ぐらいあるっしょ、このこれだけ、スライドだけ。マジむずい。で BPM 的にこれ追いつくから多重にもなんない。でここで急に 本気を出す。今まではお遊びだから、譜面が太くなってからが本気よ、本番よ。よし、勝ったね。てかさっきの相手でもさ、この実力だったら勝ったんじゃない？相手の実力が。さっきも負けたんだけどさ、なんでさ AP さ、もうなんか AP するかしないかぐらいのさ差のやつとしか当たるのか本当にわからん。スライドながらかすめ。てかこれ曲自体がさ、譜面を作れるようなあれじゃなくない？そもそもが。いや、いい、ランク2行ったのはいいけどさ、いい加減にして。本当になんでこんな難しいのこいつら。もうほんと広がりすら死んでほしいわ。一番不愉快。スズラン、ハロプラ作曲者誰？顎に行くの化身とか言わんで、コメットのこと。
生きた心地せんよな、ほんとに。ささくれドット UK は著作権がめついからマジでこれ引っかかるわ。引っかかるとしたらこれだわ。何この譜面も、なんかもうようわからんし。あ、これ引っかかるわ。ちょ、音、音誰か下げて。なんかめっちゃミスるし、なんか音誰か下げて。このぐらいでいいか、いや、もっと下げた方がいいか。こんなもんでいいか。さすがにもうあれでしょ、容赦してくれでしょ、 YouTube も。マジでね、この人本当にがめついんだよね。つけちゃいけないやつもめっちゃつけてるしね。なんかしかも業界でもなんか有名らしいよ、音ゲーの、よ、あの YouTube を上げてる人たちみんな言ってるんだけど、結構ね業界でもねがめついこと有名らしい、ささくれドット UK は。噂だけどね、本当かどうかは知らんけど、でも俺もそれ感じるもん、めっちゃ。何これ、いや知らんねえよ。ダーダーダー、やば、これ相手に助けられてるわ。明らかにこれ負けていいぐらいのスコア取ってる。よし、聞いたことある、金くれどって言うけど本当にそんな感じだよ。危ねえ、何それ。でもこれ AP してんだよ、意外にも。俺好きかよ。よし、うまい。20年ぐらい作曲してんのささくれ、すごいね。なるさんが言ってたの全然言ってないよ。なんかドブ VS ドブでドブの勝利したわ。ま、いいでしょう。前もどっかで聞いた。だからもうあの人は、この作曲者はあれよ、ちょっとがめついのよね。あと3つ。なんでこんな長いこの戦いが。もうさっと行かせろ、クソしょうもねえマジで。ぬぴ切ったけど、この譜面は知らん。マスターの方がなんならできるわ。え、右止まってる？何右って、右って何、ねえねえねえ、なんか止まってる俺。嘘、なんか止まってる、止まってないんじゃない。別に右って何の話、なんか変なコメント書き乱さんでくれ。うわ、いい、やっぱこの曲一番いいわ。なんで、え、なんでこんなグレート出る、え、なんで、え、待って、歌が下手すぎて BPM 揺れてる、もしかして。違う、どっち、ね、なんでこんな出る、ね、なんでこんな出る、絶対音ずれ、ま、もうまたずれた、音またずれした完全に。いや意味がわからん、めっちゃ出るんだけど。いや音合ってるだろ、だって。はあ、もう意味わからんわ。え、なんでこんなになってんの。なんか判定変だよね。え、めっちゃ真剣にやってるよ俺。わーうわーう、中指やろ、もううぜえから。訪れたまにある。音楽ゲームで会っちゃダメやろ、さすがに。
相手でもエピしてるわ。マジでなんすかこれ、おもんないんすけど。曲によって判定違う。そうなんだ、しょうがないじゃん。じゃあくっさ、ごめん。テルクは陽キャ曲に馴染めない陰キャ。別に陰キャ曲にも陽キャ曲にも曲に馴染むって何、曲に馴染むって何、曲は馴染むもんじゃなくて聴くものやろ。全然できんかったさっきのやつ。なんで、でもさっきのやつでも相手 AP してたからずれてないのかな。たまたま俺の端末だけずれてたのかな。待って、この曲著作権やばい。あ、終わった、著作権だ。あんま曲聞こえねえけど、もうあれで行こう。で、あんまって全く聞こえねえ。俺のタップモンだけで行こう。リリの境界線ララ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 ラ、まあエキスパートだけいいや。いやもうハンデもいいとこよ、曲聞いてないんだぜ俺今。よし、ん？もうなんかもう曲が聞こえんせいでもうわからん。いやもう著作権が強すぎるって。原曲ボーカルしか入れんの何も、本当にカバー入れてくれ。よし、歌詞がジャスラックなの。ジャスラックはじゃあもう無理だな、さすがに。もう全然曲聴いてないけど、もうなんか指、自分の指を信じるわ。もう行くわ、自分の指を信じていくわ。鉄ナナナナナホップステップでタタタタンテダンティのユリトでワンツー。あ、いいね、ワンツーのところでワンツーっていうのはなんとなく分かったけど、ちょっと待って危ない。イヤホンつけろ。あー、なるほど、なるほどね、確かに。え、でもイヤホンつけたらなんか訪れしそうじゃない。これまた相手に助かった、相手が助かった。よし、著作権クリア。カバーなかったっけ、 あったのないの、どうなの、知らない俺、全然プロセカ知らへんで分からん、ちょごめん。ちゃんと著作権のやつは見よう、カバーがあるかどうか。なかったら音を消そうちゃんとね。なんで増えた今、本当に増えた星。え、これ面白いね、これね、あのさ、すごいこと言っていいね、これ面白くないんだけどさ、今やってて勝っても面白くないけど、これどういうこと、これ意味が全然わからへんねんけどさ。いいね、ビバハピーいいね、これ面白い。え、勝っても負けても全然面白い。だってさ、ランク帯全然動かんもん。勝ってもさ、ランク動かんし、で負けたら一発で下がるし、何が面白いのこれ本当に。え、本当に何が面白いの、なんで俺下から2番目のランクの、いまだにこんなに俺上手いのに。普通に面白くないよね。あ、あ、危な、これもツンクじゃん。てか普通にツンクの曲来ないの、いやうざ、死ねマジで。ミスったでしょ俺も、ワンチャンミスってない、ミスった、もう。あ、でもいける、相手がなんかそこはね、化け物ではない。え、俺今日この日めっちゃ楽しみにしてたのに全然面白くない。あー、ピピ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 パピパハッピー、これバカいい。ちょっと頼むからさ、本当にもうなんか、なんか起きてくれ。え、なんで、しかもさ、俺もなんかもうどんどん差が開いて、もう切れた、もうマジやらんわ、もうこのゲームやらん。
つまらん。そんなに世間は甘くないらしい。うざ、しょうもないゲームが世間語ってんじゃねえ。しょうもな、これが世間やって。やめようかな。さ、空下がるわな。本当は原曲ボーカルでやりたいんだけど、あ、うん、変えるわ、ボーカル。著作権だね。こんなゲーム上手くても意味ない。違うさ、もう何も本当になんかさ、上手い人としか当たらんこの現象なんですか。しょうもな。ねえねえねえ、なんで俺ってこんなうまいしょしょしかしょしょしかしょしかしょしかしょしことの、なんで、なんで俺、誰か理由説明できん。ほら、いまだに AP ですけど、相手 AP ってそんなポンポンゼロもんじゃねえだろ。あー、もう花束も持って歩いてんじゃねえよ、マジで。本当に助けて。もういいかい、よくねえわ、カス。そういう小学生いるよね、なんかたまに歌詞に全部否定する小学生みたい。おならどうだろう、なんで差が開いてんの。もっとイライラするのよくないです。落ち着いてください。もうイライラしてきた、マジでイライラしてきた。イライラどころの騒ぎじゃない、もう切れてる。普通に嫌なのはこっちよ。いがみ合ってキリがねえわ、ほんまに。なんで俺が駆られる側やねん。主人公やぞ。なんで俺が駆られとん、この場で。なんで俺がか、これが現実なの。しかもなんか序盤でなんかちょっとふざけんければ勝ってたんじゃないのこれ。地震来た。ちょっと待てな。薬飲もう。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 知らんや、言うとるやろが。面白くない。単純に。これさっきやったよね、同じ譜面。よし。え、これ一番紙譜面なの？そうなの？三田さんのあれで荒らさないで、タイトルで。三田さんのタイトルスパチャしないで。三田さんのサバークですから、あなた。まあ、三田さんもさすがにやってんだろうね、ランクマッチ。え、これカバー音源じゃね？これオリジナル曲なの？さっきボーカル変更できなかった気がする。
これあれなのかな、オリジナル的な。よし、まさか譜面全部つまらん、まあ、言い過ぎじゃね。これ譜面つまらなくてもやるかもしんないよ。曲がいいやつはやるわ。よし、俺ちょっと主人公の風がまた吹いてきたんじゃない。あー、カバー、これカバーだよね、なんかカバーっていうかこれオリジナルだよね多分。プロセカの書き下ろし、プロセカにイヤいなくね、イヤって読むのか知らんけどいないね。よし、あーやっと主人公になった。え、長い、もう曲終わって、もうあーいいで終わって。いやもう終わって、インアウトロももうええから、もう素敵素敵。あ、分かったから、もう終わって、はいはいはい、終わり終わり終わり。お前もう黙れよ、ごめん、普通にごめん。またね、バイバイ。さすがにこのランク帯では終われんわ。切れるたびに腕立ちして、別にいいけど、そしたら一切切れんくなるよ。別にいいよ、別に俺意外と自我、あのあれできるから、落ち着けるから俺。別にもういいって、もうこのシャルルは何回目ですか、何回目ですかこれ。ええー、って、でまた著作権引っかからんようにまたボーカル変える、もうええー、って。このシャルルもほんまにもう流れがね、もう多すぎ。いい曲来い、もっと。ドンファイ来ないんですか、ドンファイは。あ、めっちゃかっ、あうざー、さっきこれ勝ったっけ。あ、いける、これ勝てる人、相手だ、勝てる相手だ、これ。これ花束持って抱えて歩いたら勝てるやつだ、これ。意味もなく勝てるやつだ。あぶねー、空っぽでようよ、それで見た、見たい青で見た瞬、見たい青なんてさ、歌詞がわからん。なんかバンドリみたい、なんかバンドリのやつ。そう、これランクによって曲の難易度変わるやつ。そらそうやろ、そらそうやろ。ハード出てきてねえもん一回も。じゃあ俺は純粋に相手の、曲によってとかじゃなくて、俺によってなんで相手の、実力が変わるのか教えてほしい。曲によって難易度が変わるんじゃなくて、なんか俺がやることによってなんで俺の相手が強くなるのかっていう。絶対もっと雑魚やん本当は。待って、なんか俺負けかけてね。いやもうお願いだから負けて、もう笑いやって、まあ、マジか。なんかランクマッチないんだけど、実力が低いと参加できないらしいですよ。え、面白くな。公式サイト見てないですか、見てない。来た。いや勝つわ、これ絶対勝つわ。エキスパート22埋めよう。なんでエキスパート22埋めたらできるの。頑張って。そういうあなたみたいな、もう今現状解放されてないような人がランクマッチに参加してくれると濁るからいい。
うまい人の割合が。耳であるラジオ。ちょっと待って。ちょっと待って、ゲチュは。著作権がやばい。ちょ、誰か誰か、ちょ、音量下げて、誰か、あかんわ、これ。ちょ、あか、ちょ、誰か、音量下げて、ちょ、誰か、あー、わー、ちょ、誰か下げて、音量下げて、著作権がやばい、ちょ、誰か下げて、うますぎる。これ、ちょっとぐらいなめぷ。やばい、著作権が下げれない。ここ危ないよね。うーわ、待って、ささくってる場合じゃねえ。待って、うるさすぎる曲が。あー、もう終わったわ。もう引っかかったわ。いや、頼む、いけいけいけ、オッケー。あいつ絶対抜けた、ここ。召喚ルン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 、もう一つだけあるの、さあ一緒に歌ったらね、逆にね、引っかかるんだよね。知らないでしょ、あの、全然関係ない音を流すしから、俺が。なんでこう、あー、もうあかんわ。え、勝てそうな相手だったのに。いや、いけるわ、ワンチャンいける。あ、いける、ワンチャンいける。あれ、意外と粘るね、相手。カジバラのバカ力出てんね。あ、いいね、いいね、勝ったわ。なにこれ。あ、もう一番おもんねえわ、本当におもんねえわ。うっとうしい、本当にうっとうしい、うっとうしがすぎるわ。ダメだこりゃ。死ね、ほんまに。ほんまに死ね。ネタとかじゃない、もう死んでいいよ。マジで死んでいいよ。全然かまへん。全然死んでいい。もう名前読めんわ。全然死んでいい。マジでかまわん。もう配信は落ちるし、コメントは。ちょ、待ってな。ちょ、待って。ちょ、配信のコメントは落ちてるから今。ちょっと待ってな。もう戻らんかった、結局。これ、なめこの栽培キットのあれじゃなかったっけ。もうなんで今コメント戻らんかったの。普段ならもうロードして、もうコメント読み込めるぐらいの時間あったのに、なんでこういう時に限っても。うっさ、マジで。もう本当に死んでいいよ、もう全員。これあれじゃん、なめこの栽培キットのあれじゃなかったっけ。これあれだよね、なめこの栽培キットのテーマじゃなかったっけ。そうだよね、確か。ここじゃなくて、この後ね。ででででーん。この後ね、ここね。黄金なめこはずじゃん、仮面じゃない。もう、バチ似て、ガチ似てんじゃん。それやん、もう、完璧に。完璧にそれやん。クソ似てない？どうしてくれんの、あのメロディー。絶対引用してきたやん。え、絶対ぐらい、本当に絶対だと思う。なんかもう似すぎて、でも話にならん。あそこ危ない、これ話すタイミング気をつけろ。はい。黄金なめこはツタンカメンじゃないって、もう俺今、本当になめこの歌歌ってたんだけど、あの、あれに聞こえたでしょ、今。そうだったに、なんか適当に歌詞つけたように聞こえたでしょ。今、本当に歌ってたよ、今。BPM だけ変えたらそれ。ま、ぜひ、なめこの歌でね、ググっていただければ。無断転載とか聞けるんじゃない、なめこの歌。はい、タンタン。はい。はい。はい、はい、タン。AP するよ。もっとさ、なんかギリギリ勝てる相手の時に AP したいわ。どうせな。はぁ、あ。つら。
なめこの絵文字可愛くね。配信するなら切れるのも分からんけど、もう少しずお、ごめん俺、配信するなら切れるのが分かるっていう時点でもう分からんだけど、配信したら切れていいの？俺それは意味が分からんわ。配信したら切れていいと思わんわ俺。ごめん、せっかくなんか言ってくれてるけど全然理解ができん。配信したら切れていいわけではないと思う。すみません。みかん、なめこの絵文字かわいいねこれ。グリーンライツセレナーデ、グッドとミスと同じマイナスで、マイナスっていうか得点加算されないんだよね、だから差がついちゃうんだよね。普通にマイナスではない気がする。なんで三田さん配信しないの、なんでなんだろうね、なんでなんだろうね、なんでなんだろう。知らない曲、あ、わかった、知ってるわこれ。これそこそこ著作権やばい。これもうなんでこんな すぐにさあれが出んの。いやもう瞬時に判断させて。いやもう見せ、オッケーオッケー。相手がそんなあれだ、バケモン級ではない。なんで今どこでグレート出た、音聞いた感じ全くグレートじゃなくない。なんかそうやって意地悪すんのやめとし、普通に。なんでやねん、なんでマイナス4にもなっとんの、意味がわからんわ。あ、待って、これも判定ずれてる。みんな、明らかに判定がずれてる。はいはい、タンタン、はいはい。重いって著作権ない、重いが知らんわ。何重いって、お前らの体重の話。あー、もうこれマスターやらして、絶対マスターやったら買ってたわ俺。マスターやらせ、もうこのこさ、もうあの精度ゲーなのが本当にイライラする。あ、もうなんかラグったな今。一遍死ぬマジで。もういいわ、いいわ、つまんなすぎた。思いはこの曲作ったし、あー知らん。曲によるやっぱ書き下ろしは基本ついてないと思う。書き下ろしとか、あとカバーもついてないと思う。単純にそんな、単純にそ、なんだろうな、書きよ、カバーだとついてないってことはないんだよ。カバーでも引っかかるやつは引っかかるんだけど、引っかかりにくいってだけであって。シルバークラス2、なんで俺こんな下から2番目の、ずーっと、なんで俺ずっとここうろちろしてるの。もうほんとに俺さ、サバーカ作ってこれでさ、ザコとしか当たらなかったら、これ訴えるからね、マジで。つまんなすぎて訴えるからねこれ。響かせるか一旦、ボーカル変えさせてよ。マスターやったら絶対勝つたわってみんな思ってそう。なんでマスターやらしてくれんの、つまんなこれ。楽しいですか、クソつまらんわ。サービス終了しんなこれ。もうあのサーバーも重いし、もうええんちゃう。もうなんかサーバー全然強化できひんし、もうしゃあないんやね。もうええやん、終了すればしゃあないやん。 TT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  完全にそれやん。急にダサく聞こえてきた曲が。俺別に好きだけどね、え急にレオルの曲がダサく聞こえてきました今一瞬にして。完全にそれやん。あーもうやめやめやめ、もう全然勝てんわ、もうやめやめ。一回ちょっと通信切断してみていい、もう勝てん、もう、ね、やめるわ、やめます一回。やめるわ一回、これ切断してみるわ、どうなんのこれ。
これどうなってんの？これ通信切断できひん。ラグマ中に途中切断されたため、今回のライブは敗北扱いとなりました。切断や不正行為が繰り返される、掲示された場合、ランクマッチに参加できなくなる、またはカウント停止されなくなる可能性があります。いいもん。また知らんの来たわ。絶望的にマスターやし、しかもでも今のやつバカみたいに俺と戦、俺の化身と戦ってんじゃん。今のやつどういうこと？え、俺バンされんの？は？うざ、また切断しようかな。これ切断の方が良くない？これ普通に、え、切断の方が良くない？2回連続で負けたら、わあ違う、だ負けてないもん、切断したから。負けてなくない？画面見たことある。切断したから負けたことにはなってないでしょ、どう考えても。負け扱いになりましたって言われただけで。もううざっ。心の底からこのゲーム軽蔑するわ。面白くないです。ごめん、まあ、本当はここまでお世話になってるし、普通にこのゲームに対してやっぱり愛情を持って接したかったですけど、もうどうしてもちょっと言わせていただきたいのが、面白くないですこの機能。面白くないです。どうしてもね、もうずっと我慢してた俺もね、もう喉元まですっごいつっかかってて、もう本当にもう言おうか言わないか本当に悩んだんだけど、面白くないですこの機能。本当に面白くないですこれ。暇な時の方が面白い。暇な時ってわかる？暇だなーってなって鼻くそをじってる時の方が面白い、これやるぐらいやったら。だから本当に面白くないこの機能。だからやめた方がいい本当に。なんか1コンボ、楽しくないからやめます。面白くなかったですこれ、純粋に。ごめん、本当にお世話になってるし、もう褒めてあげたい気持ちはあるんだけど、本当に面白くなかった。ごめん、本当に申し訳ない。面白くないわ。アケやろ、本当に面白くない。このゲームはもう本当に終わりやね、おしまいやね。これ本当に機能性的な面で PVP 向いてない。まず PVP が何か知らんだけど、何 PVP って。マジでゴミカス、バカを死ね、うざい、キモい、ムカつくやろこれ本当に。はあ、あー面白くなかった、やめるわ。やめる。ごめん、今日は割と早い時間に動画上げて、早い時間に投稿してってやったのに、ごめん、本当にね、つまんなすぎてこういった結果になってしまいました。いやー辛いね。僕自身もね、まさかこんな結果になると思わなかったけど、本当に面白くない。ごめんぶち切れてて草。本当にね、大爆発、もう富士山レベルだったら噴火してるね。普通に噴火してる、山だったら噴火してるレベル。おかしくなっちゃいそうだもん本当に。三田さんだったら賭博するレベル本当に。あの美しい三田さんが賭博するわけないやん。もう三田さんだったら賭博するレベルで切れてる俺今。するわけないよ、もちろんするわけないんだけど、三田さんなら違法賭博するレベル本当に。くんくんお疲れ様でした、ありがとうございます。くんくんごめんなさいね。くんくんのもしかしたら、なんだろう、思った結果にならなかったかもしれない。フレンド招待来てるわ。来てないやん。なんかフレンド招待、なんか招待来てないこれ。何これ。タコースケ。ライブ招待が来ました。もうこいつ、マジボコボコにしてやるわ。俺しかおらんやん。うざ結局一人になってるし、うざマジで。今の三田コースケ何？三田さんうざ。そういうことしてくんだ、三田さん。全然反省しとらんやん。
謝罪動画出してさ、あんなスーツで土下座しとったのに全然反省してないやん。何今の、なんで俺今煽られて三田さんに。クソかほんまに。もう全てにおいて今日は気分がそがれました。でもちょっとなんか9時半だからまだちょっと早いな。ん？こっちか。危ながら拉致されかけたな今明らかに。三田さんやべえな明らかに。全然反省しないもん三田さん。見た今の。うるせえ。もうこれはもうご。え、ゴジータ4できひんの？ちょ待って、ゴジータ4。ゴジータ4をググろう。ゴジータ。あーやべえ、ゴジータ4なくなった！サーバー接続できひんもん。雑談にするもしょうがねえから、雑談にしよっか。ガチャ引く、引かん。弾きたくなくなってしまったわ。もう最後これエンディング、これエンドマークでエンディングで締めるわ。はい、これで締めます。あのね、もう本当にもうこの上ないぐらいの屈辱を今感じた。次元が違うぐらい股ずれしとるやん。次元おかしくなかった今股ずれの。この上ない屈辱を感じてしまった。もう終わり。右のコメント投下するか消してくんね。え、なんでそんな風かや。じゃあ iPhone だけでやった方がいい？終わるね。ごめんね。ありがとう。終わります。バイバイ。ごめん、もう終わる。その留守もゴミだし、譜面もゴミだし、もう終わる。マジでごめん。まさかこんなことになると思わなかった。ごめん。